様、こんにちは。岸田川です。2020年5月18日月曜日11時3分です。こんにちは、おはようございます。さて、今福井県敦賀市の方によろし来てまして、もう終わりました。あとは大阪に帰るだけです。ということで北陸道の、まあ、帰り道撮影したいと思います。本当はね、こちらの方に来るときに、北陸道と名神と、まあ、使ってきたんですけれども、名神が今日から、集中工事ということで工事で車線規制されております。かなり鬱陶しかったんだよね。もう名神とか北陸道とか使わずに舞鶴道で帰って小浜から下道で帰った方が早いのかな。まあ、撮影しないんだったらそういうことするんですけれども、今日ちょっと北陸道を、ね、初めて皆さんにご紹介しますので、ちょっといやいやながら北陸道で帰りたいと思います。よろしくお願いします。はい、北陸地方自体あんまり来ないっていう話も、先ほど来してるんですけれども、ね、大阪の運送屋さんがあんまり北陸に用事ないのかなみたいな。まあ長距離であれば大阪東京間でしょうし、ね、用事がないんですよね。で、まあ北陸に用事があったとして、配達の用事があったとして、大阪から行くのか名古屋から行くのかみたいなことがありまして、結構ね、名古屋から行く方が多いんじゃないのみたいなことがございます。で、広島とかね、あっちの方も大阪じゃなくて神戸から行くんじゃないのみたいなことがございます。なので大阪はね、大阪名古屋間とか大阪東京間とか、まあ、その辺りは多いかもしれません。全くの初心者でもないんですけれども、もう15年以上、16、7年は少なくとも北陸道走ってなかったもんで、全く覚えてないんですよ。ということで、私も今日初心者として走るような形になります。皆さんに教えて差し上げられること何もございません。私も知りません。ということで、一緒に走っていって見ていきましょう。はい、今現在27号走ってるつもりでしたが、道路8号線と書いてますね。27号と8号と両方併記されておるというか、27号であり8号でありみたいなところですね。ここはちょっとややこしいんですけど、まっすぐ行ったらこの交差点から先はもう8号線に切り替わってるんですけれども、まあ今私が信号待ちしてるここまでが27号で、この信号から先まっすぐが8号線であるんですけれども、この信号右折してもまた右手も8号線、左手も8号線だと。じゃあ元々この横向きに走ってるやつが8号線なんですよね。27号線は私が今来た方です。で、これをまだまっすぐ敦賀インターの方に向いていきますと、ここから先は8号線ということで、非常に27なんだか8なんだか、どこ走ってたんだっけみたいなことになるんでしょうかね。まあ、大して関係ございません。昔と違ってね、今はもうカーナビという便利なものがありまして、まあ、カーナビの言いなりで走ってるのは良くないよっていうことで、私が動画でせめて初めて走られる道路ぐらいは予習してから行ったらどうなのみたいな、そういうことで私の動画やらせていただいてますので、ご利用ください。昔はね、カーナビとかなかった時はみんな当たり前のようにスーパーマップルとか高いんですけども、まあ、1冊4、5000円するような地図帳を買って、ね、あれで行き先調べてやってたんですけれども、もう本当はそういう風にしてほしいんですけれども、まあ、めんどくさいよと。とりあえずヤフーでもグーグルでもなんか、まあ、マップみたいなんでパッと
携帯でおよそ300m 先、カーナビもまあご丁寧に日本語でちゃんと案内までしてくれるみたいな。まもなく斜め左方向です。はい、まあ、分岐がまずございます。どっちも8号線、まっすぐ行っても8号線、左に行っても8号線、あっちこっち8号線ですね。はい、この私は北陸道の敦賀インターに向かって走ります。もう多分ね、来るとき見てきたんですけども、ちょっとこの道路バイパスみたいな感じで、もうインターまで信号ないのかなっていう気もしてますけれども、どうでしょうかね。1回ぐらいあるか、1回ぐらいあるかもしれんね。あと1キロで北陸道です。福井まで60、越前市まで37キロとなっております。今現在、8号線、国道8号線敦賀市内走っております。およそ700メートル先、斜め左、高速道路入り口です。浜本工場見学。およそ300メートル先、斜め左、高速道路入り口です。斜め左、まもなく斜め左、高速道路入り口です。こちら北陸道敦賀インターの入り口です。およそ1キロ先、料金所です。続いて斜め右方向です。道路ね、ちょっと 古いというか継ぎはぎだらけでボロい感じですけど、昔の関所かなんかを思い浮かべるようなそんな感じではないでしょうか。ものすごい山ですね。山岳地となってましたから、高速道路に、これより先山岳地みたいなこと書いてました。その山岳地がこの辺りだと思います。敦賀といえば海の幸のイメージがあるんですけれども、山岳らしいです。大阪名古屋方面、こちらの方、米原と書いての方に飛んでいきます。天然温泉バーなんとかって書いてある。およそ1キロ先、分岐を右方向です。せっかく敦賀まで来たのに魚買うてこんかったんですよね。買い物する気満々やったんですけれども、ちょっとね、店がやってなさそうな感じやったので、お土産屋さんがね空振りしそうだったんでやめました。はい、敦賀インター乗って、まあ1キロぐらいの距離でしょうか、米原の方に向かって走りますと、敦賀ジャンクションというのがございます。舞鶴若狭道、小浜、舞鶴、綾部、福知山、八の方に行く感じです。46キロポスト。この46というのは、名神高速米原ジャンクションまで46キロということです。米原ジャンクションが0キロポイントです。
限速度80キロ、私の車は一応74キロでオートクルーズかけて走ろうと思ってます。この先合流があります、注意してください。もう荷物下ろしたんで軽くなったんで、加速もできるんですけれども、まあ、ブレーキもそんなに頑張って踏まなくてもすぐ止まるみたいな、まあ、20トンぐらい荷物乗ってるのと乗ってないのと全然違いますからね。はい、大郷トンネル 1130m です。来るときにだいぶ窓に虫がついてしまったか、ちょっとワイパーで洗うかどうか悩みどころですね。まあ、ブラシでちゃんと擦らないと虫の潰れたやつがビヨーンって伸びてしまって余計窓が汚れるみたいな、余計見えんようになったなみたいなことになるのでやめておきましょうか。北陸の自体かなり古い道路なので、ね、トンネルも薄暗いし狭いし屋根もそんなに高くないというか、まあ、十分4メーター以上十分あるんですけど、ね、道幅も多分 3.2以上は少なくともあるかと思うんですけども、まあ、暗いせいか丸いせいか非常に圧迫感がございます。はい、読み慣れてないやつ行きましょうか。日の本まで20キロ、スマートインターの小谷城インター27キロ、長浜が34キロ、まだまだですね。そしてあと43キロで米原です。こっち向いて名神の方に向いて走る分にはこのキロポストも大変便利に使えるかと思います。あとどれくらいで名神かなみたいなことはすぐ分かるかと思います。注ぎトンネルが 360m、 まあ、米原からねしばらくどうでしょう、滋賀県のね竜王とかぐらいまでかな、そこまでいかんかな、一車線ですね。ずっと工事してるところはまあ、ところどころ1か所か2か所かあったかな、来るとき見たら。だいたい工事してる場所っていうのは、まあ、100m、200m ぐらいの区間しかないんですけども、パイロン自体がね何百キロにわたって置かれてるんですよ。別に工事も何もしてない誰もいないところにもパイロン置いてて一車線にされてるんで、あれが辛いんですよね。で名神集中工事、その車線規制の区間は制限速度80キロの道路なんですが50キロに規制されております。
39.1キロポスト、39キロポスト分、残り500メーターぐらい。これで今11時19分なんですけども、下手したらもう渋滞止まるぐらいの渋滞になってるかもしれないですね。さっき8時から9時ぐらいにかけて朝のうち通ってた時は一応そこそこのペースで結構ずらーっと繋がってはいたんですけど、そこそこのペースで流れておったように見えましたけれども、帰り道この時間帯ぐらいになってくるとどうでしょう。交通量増えておったら滋賀までずっと、まあ、滋賀までというか滋賀県内ずっと1車線でストレスの収まる感じかと思います。なのでね、舞鶴周りで帰ったかったなという気もしますが、ちょっとあんまりね、北陸本当に用事がないので次いつ来るかわからないので、ちょっと撮影の方を優先させていただきます。はい、工事区間パイロン置かれてあって、はい、制限速度が50キロ、北陸道も名神集中工事と、ね、同じタイミングで何か工事されております。柳瀬トンネル1200から まで約1時間弱、まあ、1時間かからないかなぐらいの感じで、で米原から大津ぐらいまでで、ね、また1時間ぐらいかな。そっから先また大津からね大阪の方までまたもう1時間ぐらいかなとか、もう最後の1時間はやらないけれども、とりあえず大津より東側ですね、こっちの方もあんまり来ることないもんですから、帰り道も撮影していこうかと思います。いつも用事あるので、大概京都東で降りて161走って、ね、補正道路みたいなところなんですけど、なんだっけ、高島とかあっちの方行ったりするんですけどもね、阿蘇川とかね。滋賀県とか、まあ、微妙な場所なんですけども、大阪から来る方が近いのか名古屋の方が近いのかみたいな、その中途半端な どっちからも近いよみたいなところにある町っていうのは、わざわざ大阪から配達行かなくて、ね、その名古屋から行くことも結構あるようでして、あんまり来ないんですよね大阪の運送屋さんは。北陸であるとかね、岐阜とかも行かんこともないけれども、大阪南港から、ね、荷物岐阜まで行ったりもするけれども、まあ運送屋さんに払う運賃を考えたら、大阪から岐阜まで行く車に払う運賃よりは明らかに名古屋から岐阜まで隣町に行くまでの運送屋さんみたいな、その運賃っていう方が安いんで、ね、名古屋から行った方が運賃が安いからということで、普通そっちから行くんで、あんまりねこうやって通過とかこっちの方までは来ないんですけど、今日は名神集中工事っていうこういう鬱陶しいことがあるからかな、名古屋の方から来にくいというか、ちょっと渋滞がね大垣から岐阜羽島とかなんかそんな感じで、主に岐阜県内で渋滞があったようで、まあ私が通った時は滋賀県内は渋滞まではしてなかったんで、どういう兼ね合いか知らないですけど、普段来ないんですけれど、名神集中工事の間ぐらいは今ね新型コロナウイルスの蔓延とかで
が、半分お休みみたいな感じになってるんで、ちょっと大阪の方は大阪の方で仕事が薄いんですよね。ないわけじゃないんだけど、だからもう普段の半分も仕事ないかなみたいな感じですけど、なのでこの東海エリア、名古屋エリアの仕事を取ってきてるのかなみたいな、そんな気もいたします。だからまあ新型コロナの緊急事態宣言が終わって普段通りの生活になってくると、またこっちの方に来ることに なくなるかと思うので、まああくまで予想ですけれども、まあ、そういったことでちょっと今日は特別に撮影を優先しております。あんまりね、張り切って1時間クラスのやつを3本も4本も撮ってしまうと、動画で編集してアップロードっていうのがすごく大変なんですよ。もうね、1時間の動画やったとしたら、まあ3倍はかかるんですよね。動画をチェックしながら、ね、編集というか、まあ、字幕入れたりなんかしようもんなの、まあ、1時間の動画作るのに3時間かかるかなみたいな。まあアップロードする、ね、その読み込みっていうか、その転送してる時間とかも合わせて3時間ぐらいかな。今日すでに大阪から敦賀に向けて走る間に、大津から米原、名神高速と米原から敦賀、北陸道と、この2本、この2本は1時間ずつぐらい撮影しておりますので、ね、もうすでに2時間分のノルマがあって、一発が3時間編集にかかるとして、まあ、6時間と。で帰りもまた1時間1時間で、大津ぐらいまでの間また1時間の動画2本ぐらい作ってしますと、結局12時間ぐらい、ね、編集にかかるよみたいな。すごく大変なんですけどもね、まあ、見る方も大変でしょうけどもね。はい、30キロポストです。名神高速米原ジャンクションまで30キロということです。速度80キロですが、工事区間、規制区間がありまして、規制されているところは主に50キロだったかと思います。さっきのところで終わりじゃなくて、まだあったような気がします。気のせいかもしれませんが、遠いな。カーナビの距離読みでだいたい160キロぐらいの登り距離あるんですよ。私の会社は大阪まで帰るのに遠いね。静ヶ岳のサービスエリア3キロ、神田のパーキングエリア24キロとなっております。この辺広くなってるところはないの、バス停じゃないか、チェーン巻くところか、チェーン着脱場みたいな感じです。横町っていうところで、横なんとかいうスキー場があるようなあたりですね。帰り大阪市内で帰ること
と思えば、それより30分早くなるとしたら2時間半ぐらいかな。あとはちょっと、ね、この日中どれぐらい道路が混んでるかっていうことですけどね。新高速吹田インターから宇都宮までやってたんやったかな、愛知県ね。工事してないところまでずっとパイロン置いてますからね。もう何百キロかだって延々と。志津ヶ岳サービスエリアです。まあ、フネオスのガソリンスタンドが上下線ともにあって。トラっぽいのもあるのかな。ちょっとコンビニがあるんだどうかは分からないけど、ガラガラやな。この先合流があります。注意してください。木の本まで2キロです。まだ木の本より北側にいるんですよね。冬場の積雪情報みたいなんで、あのチェーン規制とかが、ね、言われるのは、北陸道は木の本よりも北側、福井よりはもうあのチェーン巻いてくださいよみたいなことで、しょっちゅうラジオとか交通情報で聞かれるんじゃないかと思います。ヤンマーってどこにでもあるな。天ヶ崎とかにもヤンマーあるんですよ。まあ、天ヶ崎とここにしかないんかもしらんけどあちこちにあるようなイメージ抱いてしまいました。ヤンマーディーゼルとかってなんか、ね、農耕用のトラクターとか作ってるんでしょう、多分。まあ、日本の国内の食料自給率 30% しかなくて、輸入に 70% 頼っておるとはいえ、ね、ヤンマーの工場あちこちそんなに作らないかんぐらい、まあ、需要はあるということですよね。23.5 キロポストあたりです。11時31分木の本インター出口。この先合流があります。注意してください。同じく11時32分に変わりました。23キロポストで木の本インター入り口からの合流になります。米原まであと23キロ。今回は荷物も空っぽなんで、車が軽いので1時間もかからんか、ちょっと早いかもしれないね。で、都合よくというか、この後午後から雨降るんですけれども、天気予報では。まあ、私の動画撮影するときにこれぐらい曇っててくれた方が、フロントガラスにいろんなものが映り込まなくていいかなみたいな。車内の様子が全部、散らかってる様子が全部、ね、フロントガラスに反射して映ってしまうんで、あんまりね、朝日とか夕日とか、まあ、天気が良すぎたら大変なんですけど、小谷城が5キロ、長浜が12キロ、そして最後、米原が21キロですね。滋賀県の長浜は全国で有名な豚骨ラーメンの長浜ではございません。あれは福井県じゃない、福岡県の、博多の長田です。長田じゃない、長浜です。
4キロポスト、あと17、8分で着くかな、米原まで。であれば今31分ぐらいなんで早いですね、だいぶね。行くときはやっぱ荷物積んでて重たかったからかな、1時間弱はかかってるんですけれども、帰りはまあ10分ぐらいちょっと早いかなみたいな。40分では行かへんけど40分かかるかどうかなみたいな。今の、 あのトラック左に左折のね、左にウインカー出したまんまカーテン閉めて寝てましたね。ずーっとカチカチ言ってるんでしょうね。カチカチ山の夢を見て飛び起きるみたいな、そんな感じですね。19キロポストです。米原ジャンクションまで19キロ、名神高速で、あと19キロで集中工事、嫌やな、ストレス溜まるな。小谷城インター、スマートインターです。スマートインターというのは、あの ETC の車載機をお持ちの方で ETC のカードをちゃんと刺さないと、あの通ることができません。現金で通られる方とか、あの ETC カードを持ってるけど車載機持ってないよとかいう人は通れません。ご注意ください。18キロポストを超えました。おそらくスマートインターはね、あの ETC20 キロで走ってくださいみたいなことじゃなくて、完全停止です。一旦停止、ね、あの場所によって違うのかもしれんけど、私が今まで通ったことあるあのスマートインター全てあの完全停止してバーが開くまで待たないといけないみたいな、まあ、そんな仕組みやったと思います。会社は、制限速度がもう80キロの道路であろうが100キロの道路であろうが関係なく、高速道路は76キロ以上出してはならないということになってまして、もしくは77キロとかで何かの表示で出た場合、4秒以上それやってしまうと始末書書かされて、調子にこってり怒られると、そんな足かせお仕事がついております。4秒ですよ、ぼーっとしとってでビーって言って 4秒言ったら、あれでした、大目玉食らう感じですね。広域情報、彦根妖怪地工事渋滞2キロ35分。うわー、嫌やな、来る時なかった渋滞やな。それ時は大垣とか養老とか、あの岐阜羽島とか、あっちの岐阜県の方で渋滞があったんですけれども、
やだな、通りたくねえな。まあ、わがままを言うとも仕方がないんですけど、14キロポスト、ご利用の際は密閉、密室の3密回避へのご協力をお願いいたします。速度規制情報があり、上り神田パーキングエリア、下り静ヶ岳サービスエリアの情報ターミナルで確認。関連ラジオ長浜よりお伝えしました。もなく、長浜インター出口です。1キロほどですね。あと10.5キロポストということで、米原まで10キロほどになりました。動画の方も今39分ですね。もう10分切れるぐらいの感じで米原到着するかと思いますので、まあ、思ってたように50分弱で敦賀から前から行けましたということですね。長浜インター出口、長浜インター出口は、9.7 キロポストで11時42分です。この先合流があります、注意してください。すぐに長浜インター入り口合流です。11時43分になりました。 9.3 キロポスト、
会社まであと138キロ、 2時間ちょっとかかりますね。で渋滞があるらしいので、それに20分足しぐらいかな。それぐらいで終わってくれたらいいけど。舞原って言ってましたけど、舞原らしいんで、今度からこっちが舞原と書いてあるな。舞原市や、町の名前は舞原市、インターの名前は舞原インターみたいな。北陸道が勝手に舞原と言ってるだけか。こっちの看板には舞原と書いてますね。舞原っていうのと舞原っていうのと両方あんのかな。
舞原インターの出口1キロ手前です。名神に合流いたします。舞原ジャンクションまで1キロです。その手前ですね、舞原インター出口、出口が 0.8 キロポスト、11時50分です。舞原ジャンクションすぐにございます。この先舞原ジャンクション500メーターほど、そしてこの舞原のインター入り口が左から合流がございます。舞原ジャンクションまで来ました。11時50分舞原ジャンクション到着いたしました。 0.3 キロポスト、0.2 キロポスト、はい、京都大阪方面はこちらです。どこだ0キロ、0キロも通り過ぎたね、多分ね。残念、0っていうのが分かりませんでしたが、舞原ジャンクション北陸道終わりまして、ここから名神に入ります。また名神で新たに動画立ち上げます。ご視聴ありがとうございます。失礼します。